皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日の動画のタイトルはびしょ濡れだけど大丈夫にしました。なぜこのタイトルにしたかと言いますと、窓辺のトットちゃんバードフィーダーにびしょ濡れになったシジュウカラさんが飛んできたのです。それも1羽だけではなくて、胸から下半身が濡れてしまっている子、尻尾のあたりのお尻だけ濡れている子、脇腹が濡れてしまっている子と様々でした。今日は1月の釧路にしてはとても珍しいくらい気温が上がり、昼間の最高気温は3度まで上昇しました。この暖かさで雪が溶けて、そこかしこに水たまりができていました。シジュウカラさんにしても、ゴジュウカラさんにしても、多くの種類の鳥が餌を探すため地面におります。溶けかかった雪の上に降りてしまえば、当然足からお腹にかけて濡れてしまうのです。唐突に話は飛びますが、本日から窓辺のトットちゃんバードフィーダーに置くラードを変えました。今まではマヨネーズのようなチューブの容器に入ったラード、そのまま絞ったものを与えていましたが、今回から小鳥用の栄養補助フードのグリーンフードを混ぜています。というのも、足におできができたシジュウカラさんはビタミン A が不足すると症状が悪化するそうなので、ビタミン A を含んだグリーンフードをラードに加えることにしました。これには砂糖と小麦粉が入っていないので、バードケーキではないのですが、あえて名前をつけるとしたらグリーンバードクリームといった感じです。そんなグリーンバードクリームをあの子は食べてくれるかな。ほぼ全身びしょ濡れになった足におできができたシジュウカラさんがやってきました。それにしても、どうしてそんなにびしょびしょなんだい。まるで水浴びしたみたいじゃないか。いいからグリーンバードクリームを食べてみなさい。君の病気に効くかわからないけど、足りない栄養は補ってくれるはずだから。これはカロリーが高いから濡れた体も温めてくれるはずさ。残念ながら足におできができたシジュウカラさんは食べてくれませんでした。でも他のシジュウカラさんは食べてくれているので、次はきっと食べてくれるはずです。いや、食べてほしいです。ヒヨドリさんは何を足しても食べると思っていたけど、やっぱりこのグリーンバードクリームも食べるんだね。どうだいお味は。このフードのベースは小松菜だからね。そういえば去年来たヒヨドリさんは白菜の緑のところを食べてたよ。こちらのシジュウカラさんもお腹のあたりと脇腹がちょっと濡れていますね。高カロリーのグリーンバードクリームを食べて体を温めなさい。早く体を乾かさないと気化熱でどんどん体温が奪われて風邪ひくぞ。こちらのゴジュウカラさんはスーパーのビニール袋詰め放題みたいに、いくつひまわりの種が口の中に入れられるか挑戦中です。最初に加えたひまわりの種が大きくて2個は無理じゃない。どうしても2個は持って帰りたい。ゴジュウカラさん、けっぱれ。足におできができたシジュウカラさん、体はさっきよりも乾いてきたみたいだね。お願いだからグリーンバードクリームを食べてちょうだい。そうそう、食べて食べて、しっかり食べて栄養補給。もう体を濡らすんじゃないよ。足におできができたシジュウカラさんの体も乾いてきて、一安心したところで庭のバードフィーダーの様子をお話しさせていただきますと、ビデオカメラはこちらの撮影をしているので庭の様子は撮れていませんが、今日もしめさんはやってきてくれました。昨日と同じバードフィーダーからひまわりの種を食べようとしていると、シジュウカラさんや他の鳥が飛んでくるたびにその場から飛んで逃げてしまいます。昨日は威風堂々バードフィーダーの真ん中でひまわりの種をもももごしてたのに、今日はどうしたことでしょう。とっても遠慮がちなしめさん。しめさんは
雪の上に落ちている中身の入ったひまわりの種を探して食べていました。小さな子たちを乱暴に追いやってしまうのも困りますが、あまり遠慮されるとそれはそれで困ります。何か新しいことを考えなければいけないかもしれませんね。またびしょ濡れ小僧が1羽やってきました。いつまでも濡れたままでいると日が暮れたら全身凍ってしまうぞ。特別にストーブの排気のところに泊まっていいから早く体を乾かしなさいって言っても無駄なことは分かっているのですが、濡れた子を見るとついつい言いたくなってしまいます。この子は全然濡れていない。この違いは何なんでしょうね。餌を探す場所の違いですかね。濡れている子は地面に落ちている餌も探している子で、全然濡れていない子はバードフィーダーを専門に餌を食べている子の違いですかね。バードフィーダーの餌だけ食べていれば地面に降りることはないので濡れることはないでしょう。でもこれでいいのでしょうか。本来は濡れた子たちのように地面に降りて餌を探すのが本能なのでしょうが、容量のいい子は地面に降りずバードフィーダーの餌に頼ってしまう。だからといって越冬給餌をやめるわけにはいきません。これは越冬給餌の問題点でもあり、餌を与える側が真剣に考えなければいけない命題です。マイケルのような横っ飛びステップで現れたスマヘナガさん、癒し十から三に続き現れたのが白原五十から三。脇腹にかすかに見えるオレンジ色が白原五十から三の特徴です。君たちは一日中本当によく働くね。うちのバードフィーダーからひまわりの種を持って行って食べるのかと思いきや、2個持って行くときは必ず1個はどこかに隠して貯金するもんね。その貯金したひまわりの種を他の鳥が引き出したりしているのよく見るよ。賢い子は君たち五十からの後をついていけば餌にありつけるのを知っているんじゃない。さて、だいぶ日も暮れてきて本日の撮影も終了です。最近はその日に撮影した分をその日のうちに編集して出していますので、動画の公開時間がバラバラになってしまっていますが、今日の動画も楽しんでいただけましたでしょうか。もしこの動画が気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。明日はしめさんの餌場をなんとかしてあげようかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。